はい、こんにちは、ピカです。今日ね、ニュル24時間レースについてやっていきたいと思います。バーチャルでもね、ニュル24時間レース開催されるんですけど、まずはね、ちょっと実写の方の話していきたいと思います。実は俺もニュル24時間レース出ようとね、思ったことがあります。もう10年ぐらい前なんだけど、これを目指していろんなね、これ出るのにライセンスが必要なんですよ。なんでこのライセンスを取得するためにいろんなね、ことをやっていました。まずね、国内でレースするための国内の A 級ライセンスを取らなきゃいけないために、国内 B 級を取って国内 A 級を取って、さらに国内 A 級で実績を積んで国際 C 級ライセンスっていうのが必要だったんですよ。でそこまではね、一応全部取りました。でその後、もうニュルはね、それとは別のライセンスが必要で、ここに書いてある DPN っていうライセンスが B と A があって、まずこの DPN B を取るのに国際 C 級ライセンスが必要なんですよ。で国際 C 級ライセンスを、まあ、一応取りましたと。でいよいよここからね、ニュルに行って講習を受けるっていうね、英語のテストを受けて100点取らなきゃいけないっていうのがあるんですよ。まあそれはね、覚えればいいかなっていうので簡単なんだけど、でそれをまず受けて、その後にこのね、ニュルで行われる VLN っていうレース、これに出なきゃいけないんですよ。ニュルで行われているシリーズ戦ですね、これに参加して、規定回数確か18周かなんかだったかな、をクリアして、これ4時間耐久かなんかなんだよね。でそれに参加しなきゃいけない、参加して規定周回数をクリアして完走しなきゃいけないっていうね、結構これが大変なんだわ。でまあこれにね、出ようと思ったところで、まあちょっといろいろね、まああってレース活動をやめるっていうねことになったんだけど、ちょっと未練があるので、今回ねアイレーシングね、バーチャルでニュル24時間を目指してみようかなと思います。まあノーリスクでこの家にいながらにね、出れるんで、ちょっとねそれを今回ねやりたいなと思います。でそのためにニュル24時間っていうレースもアイレーシングであるんだけど、そのシリーズに出る前にピカーレーシングとしてニュルの VLN に出ようというふうに決めました。ちょっとね、来週なんだよね、それが。それをね、ちょっとこうどんな感じなのかっていうのをね、練習しながら皆さんにもね、共有していきたいと思います。車なんですけど、クラスがね5つありますね。 GT3 と GT4 とカップカーと TCR っていうね、アウディの RS3 かな、 FF の車と MX5、 5クラスあってどれに出ようって思うんだけど、やっぱ出るならさ GT3 じゃねって思ってる俺は。ニュル24時間は GT3 だと辛いけど、まあ4時間ぐらいだったら GT3 でいいんじゃないっていうことって、 GT3 マシンはね、 Z4GT3、 R8GT3、 AMGGT3 が、まあね、このアイレーシングでは一応レギュレーションになってるんで、今日はなんで走る、やっぱ俺ミッドシップ好きなんで、アウディで走ってみようか。ちょっと全然セットも出てないけどね。はい、ということでね、まあとりあえずレース形式でやっていこうと思います。紹介みたいな感じだね。どんな感じになるか、ちょっとね、俺もこれあれだね、ニュルも AI で、これ AI なんだけど今ね、レースしてますが、できるようになったんだね、アイレーシング。とりあえず VLN のバーチャルに出ようということを決めたんで、どんな練習にすればいいのかなっていうのがちょっと分かんないような感じなんで、一回ちょっと走ってみて、 AI とね、まあどんな練習すればいいのかなっていうのが、果たしてこれが無謀な挑戦なのかどうかっていう。まあ、バーチャルでもね、結構ね、みんなね、ガチだからね、今ね頑張んないとダメだな。まあそしていずれはね、 VLN で実際のね、実写のやつ出たいよね。まあ国際 C 級ライセンスはずっと保ってるんで、あとこのニュルに行ってこうライセンス講習受けて、試験をね、英語で試験を受けなきゃいけないっていう、それを突破して B 級ライセンス、このね、ニュルの B 級を取って、その後 VLN に出て完走して18周かなんか以上走って、18周結構きついよね。何時間になるんだ、結構な勢いで突っ込んだろう。うわー、インに入ってきた。うい、
ここはねいいんだよね、まだね。ご覧の通り普通のサーキットじゃん。この後だよな、問題はニュルの怖さは。まあニュル走った人にね実際聞くと、まあ、俺も走ったことあるけど、ニュルでレースね、レースしたことあるのとやっぱ走ったことあるのとレースするの全然違うから、全然違うからマジで。みんななんかライン取りがちょっとおとなしいな。ほんとね、タンパイクでレースしてるような感じって言ってた。タンパイク普通に走るのと、まあ、レーシングスピードで走るのと、またレーシングスピードでレースするのとね、違うからね。ちょっと AI 遅くねえか。おい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 、急にここから速くなるの？おい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 、ガン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 抜かれる。おお跳ねる。あー、フロントが跳ねる。わあ、すげえいいバランス。まあ、セットしてない、まあ、ベースラインだから、ほんと軽く軽くね、ベースの感じを。なんか楽しくなってきた、楽しくなってきた。やっぱ楽しいな、ニュール。こう、走ってる分には楽しいんだけど、こうレース、そこブレーキ踏むな。する分にはどうなんだろうな、こんなとこで。GT3 マシンって意外と高いんだね。4000万ぐらいしちゃうんだね。4500万ぐらい。それ考えちゃいけないんだよね。まあ、俺実際やってる時もなんか、ああリップ2200万とか思っちゃうと、もうなんか、ああ待って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 、危ねえ。アンダー出した。結構ダウンロードすってんのかな。おい、ちょっと怖い怖い。いけないよ。これ実際だったら絶対ここでいけないからね。行くのかな。こんな結構なレーシングスピードで、まあ、クラス違いだったらいけるけど、いやもうマジでこんなとこでマジで想像しちゃうんだよね。なんかニュルで俺が実車でレースするね、VLN 行く飛行機の中寝れるかなとかさ。なんか俺多分ニュルはね遺書書くよね。遺書書くレベルだろこれマジで。いやマジでね、実車乗ってる人本当命がけだからね。みんなヘラヘラ笑ってやってるけど、ヘラヘラ笑ってはやってないけど。ちょっと待ってヘラヘラ笑ってはやってない。なんかさ、ニコニコしながらやってるけど、あれもいやマジで、あれ本当大変だから、あいつらマジで思うよ。命がけだからレースは。
口と金かかってるからさ、金かかってるやっぱり。ちょみんなのライン取りが抜くに抜けねえぞこれ本当に。結構大変だな。マジでマジな話らしいよこれ。衣装書くって言ってた。ニュルは衣装書きますねって言ってた。人によるらしいけど、そういう人もいるわ。まあ、若いうちはさ、まあなんかわかんないけど、いけるけどさ、やっぱ年取りに従って保守的になるわけじゃないんだけど、ここはいける。このコーナーとか、まあ、全然タイヤ余ってるけどね今ね。楽しいんだよな。どっか行っちゃった。刺さった。ちょっとフラッグ。出るな。どうしてもやっぱこういう峠道っぽいからいろんな挙動が出るよね。は特にレーシングカーでストロークが短いと。ここ怖いよね、レーシングカー。足固めれば固めるほど怖いよね。いや全然セット取ってない。見るの飛んじゃ浮いちゃ全然踏んでいけない。もうなんかどっち行っちゃうか分かんない車が。あーこれはセット大変だね。ニュル、セットがさえ決まれば。思うけど実際プロがさ、ニュルマスターみたいなプロいっぱいいるからな。実際プロの本当に AMG のドライバーがこの子だね。2年前のニュル24時間でスピンしたっていう、あんなとこで、あんなとこって、まあ、難しいけど、あんなとこでくるんって回っちゃうんだよプロが。そのくらい難しいってことだよな、ニュルはな。いやーどうしよう。まあだからとりあえずバーチャルでね、みんなガチでちょっとこう4時間耐久だけどね、まあ、4時間耐久が一番いいよねぐらいが。なんかこの間やった12時間その前の24時間、いやちょっとつらかったわマジで。みんなつらかったよなあれ。いや本当に、うわーほらフロントが浮いちゃった。あーちょっと跳ねるね。跳ねる、セットも跳ねる。これじゃこれ走れないわ。このセット難しそう。
っしゃーゴール はい、ということでね、まあニュル24時間 VLN 耐久レースアイレーシングでね、まずやってみたいと思います。はい、ということでね、またねこれやってくんで、よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。プロ大変だわ、ほんと。